はい、こんにちは。札幌占い美容室相葉勝の武藤です。今回はなんだっけカラーします。ビフォアの状態はこのような感じで、ちょっと前にブリーチをメッシュを入れてるんですけれども、でメッシュ少し多分入ってるんですけど、僕もちょっと入れたいと思うので、ワンプロセスできる、ダメージレスのブリーチをちょっと入れたいと思います。色はちょっとやりながら説明をします。まず全体にカラーをして、その上にメッシュを入れていきます。で、メッシュは今日は 10% 全体の入れます。で、なぜじゃあ 10% なのかっていうことなんですけど、ブリーチはなんか傷むとかって言って結構やらないサロンもあるんですけど、 10% だったら髪をね、多少ちょっとダメージ出ちゃうけど、それで遊んでもいいのかなって気はします。髪の毛100だとした場合、 50% ってどれぐらいなのかは皆さん分かりますでしょうか。例えばウィービングを取らないでこのまま3センチ幅を半分にした 1.5 センチをスライシングで染めていったら 50% だと思うんですよね。で、例えば3センチ幅のを、ちょっと3センチ以上ありますけど、3センチ幅のやつを、均等に同じ幅で、取っていったら 25% やったことになるんですよ。はい。で、さらに、もっと細く、間隔を空けてブリーチを入れた場合ですね、そうすると 20% 以下になるんですよね。で、あと例えば表面を入れないとかネイプを入れないとかなると約 10% ぐらいになるんですねっていう計算で、 10% ブリーチをしてなんとなく全体的に明るく見えるっていうのが、ダメージレスのカラーなのかなと思うんで、そういう感じでちょっとやっていきたいと思うので、まず全体を塗ります。はい、カラーのレシピを紹介したいと思います。レシピの方はですね、こちらは、コレストロのピンクと、それからスローのブルーですね、それからアディクシーのグリーンを使って作っております。で、全体塗り終わってから、残液にですね、アプリエのグリーンをプラスして根元をリタッチしています。根元がちょっとオレンジっぽいので、赤とグリーンってちょっと違和感があるんですが、後でちょっとグリーンを足して根元の、本来のね、メラニン色素のオレンジもちょっと削ってる、赤みというかな、削ってるような感じでグリーンをプラスしています。ほのかにちょっと赤みが出るような感じですね。で、今こちらの方は、コーミングしてブリーチ入る前の状態です。一回ベースを作ります。で、コーミングで、綺麗に、整えていって、で、ブリーチ剤の方は、アルギニンとパウダーブリーチ1:1、それにオキシですね、2倍というような感じになってます。で、リパレットを使って、メッシュを入れていくんですけれども、このような感じで根元側はですね、逆にハケをこう滑らすような感じでぼかしていきます。そうすることによって根元の側のつながりがやっぱりブリーチ汚くなっちゃうとあれですので、反対側にそーっと逃がすような感じで、ハケをですね滑らしていくことによって、根元がきれいにつながっていきますね。はい、このようにやれば、カラーと、メッシュブリーチが1回で終わるんですね。で、あとシャンプー台でトナーやるので、残液は残しておいた方がいいと思います。はい、で、こちらがビフォーの状態になりますね。かなりオレンジっぽい、感じです。で、こちらアフターなんですけど、はい、だいぶ赤みがちょっとほのかに見える感じで、グレージュに染まったかなと思います。結構原色使ってるんでしっかり、混ぜてあげた方がいいと思います。チャンネル登録お願いいたします。もうちょっと1万人なので皆さん協力お願いします。ありがとうございました。